こんばんは、ゼブラストチャンネルのあるちゃんです。バイオハザードビレッジ続きをプレイしていきます。前回ね、お宝をもうゲットできたんで、ボートでね、ここまで来たんですけど、ボートの反対側、ここボート乗り場でしょ、こっち側ももしかしたらいけるかもしれないんで、ちょっと行ってみたいと思います。で、その後、ハイゼンベルクに砦に来いっていう風に言われてるんで、砦に行きたいと思います。 OK。 あ、これ向こうにも行ける？もしかしてこの先は行けへんようになってるね。 OKOK、 向こう行けるかな。あ、行けそう行けそう。操作感がなかなか難しい。お、着いたぞ。ここはどこ？お？来たことないとこかな。来たことないですよね。ん？え？ああ、向こうにつながってるんか。とりあえず行ってみましょう。やばいやばいやばい。怖い怖い。あ、根っこ？わ、すごすごい、洞窟や。ここであれしてはんねや。あー、アイテムいっぱいなんやった。これは拾える？アンティークコイン。あ、やったやった。フォアグリップ、マジか。これはちょっと拾っときたいですね。弾30発結構でかいけど、でも結構するしかないよね。連射速度が大幅にアップ。ここに入れよう。 OK。 あ、ショットガンの改造、これは結構ありがたいですね。よし、アイテム拾えへんの辛いなぁ。ハンドガンの弾。うわ、めっちゃいっぱいあるやん。どうしよう。あ、でも地雷か。あ、地雷は拾えるはず。これも拾えるかも。うん、いけたいけた。弾だけ無理なんやね。オッケー。DNA シークエージング完了。ダルベイの特異菌と 99.95% 一致した。差分は人為的な加工のためと思われる。おそらくはこちらが原種。コネクションがどうやって菌を見つけたのか、入手経路の調査が必要。菌コロニーは村の地下全域に広がっている模様。ベイカー邸の事例では、特異菌が感染者の意識ネットワークを形成していた。ネットワークはここまで肥大化した場合、それ自体を一種のデータストレージとみなすこともできるだろうか。だとすれば、ミランダの求めるデータとは。ほう、なるほど。ああ、ここにつながってんねや。へえ。うう、マジか。あ、なんか木って感じ。もろもろ感が。うにゃうにゃしてる。戻れへんくなった。あ、なんかあそこにもうにゃうにゃしてるのありましたよね。湖のもろのところにも。
あ、違うか、こっちから来たんか。なんかうにゃうにゃしてるな。謎がいっぱい。バイオハザードのセブンをね、私してないので、その辺がね、ちょっと、あまりよく分かってないんですけど、お、なんか、魚でも今多分取れへんな。これいっぱいにならへん限り無理やんな。ああ、だから逆にこの閃光弾とかを1個使っちゃった方がいいんか。そうしましょうか。どうせやったら使った方がいいね。閃光弾に変えて、で、これ意味あるかな？イエーイ！意味はないね。で、閃光弾。もう一個。捨てちゃった方がいいな。なんかこれ。ああ、そういうことか。もうしゃあない。後で取りに行こうよ。OK。今戻ります。まさかこんなところにね、こんな基地というか、あれがあったなんて。ちょっと手間やけど、魚、納品して、取りに来ようか。そうするしかないよな。非常に良い食材でした。どうも。はい。というわけで、ハイゼンベルグがね、砦に来いっていう風に言ってるんで、ちょっと行きたいと思います。ちょっとね、この獣さんは、倒しても、ショーはここからだ。倒してもね、今ちょっとスロットがいっぱいで、取れないんで、また後で、取りに行きたいと思います。あ、どうなる？倒しとかへんかったら、いいひんくなっちゃうかな。一応。あ。とりあえず倒すだけ倒しといて、ドロップだけしときましょう。はい、じゃあ砦にね、向かいます。多分この先かな。ショーはここからだ。新しいエリア行くのほんまにいつでも怖いですよね。よいしょ。よし、行きますよ。お？グッドラック。せいぜい頑張りな。お？こっちも行けますね。あ、怖っ。何ここ？あ、箸ないといけへんかな。すごい悪趣味。カランコロンとかなるやつじゃないんかな。入れるんか。こっちは、あ、こっちも渡れるんや。あ、で、ここにこれがあると。なるほど、ここは大量に湧いてきそうですね。位置的にはお城の下になるんかな？あ、製材所、人食い鬼の略奪品。
なるほど、一つ目のトレジャーが、あ、ここにも爆弾あるし。オッケー、あ、これあれじゃないってか。よいしょ、オッケー。よし、じゃあ先に砦行く前にここ行っちゃいましょうか。音楽やばい、音楽やばい。この音怖いな。あ、入れへん。この音ハイパー怖い。まだ入れへんとかかな、実は。あ、豚さんがいる。とりあえずごめんね、あとでちゃんと取りに来るね。オッケー、入れるかな。人間の声でした今。わーって、すっごい音するやん。なんかこれ生々しいですね。今血垂れまくってる。あー、ふう、行きたくないな。ふう、でっかいのいるわ。これあれ前倒せへんかったやつやん。弾数は15発。ライフル、隠れていけるのかな。置いとくね、置いときたよ。踏んで踏んで、ナイスナイス。どこ、怒ってるやん、怒ってるやん、めっちゃ怒ってるやん。ちょっと地雷使っていくわ、地雷、ちょっと地雷使っていくわ。あ、これ使うわ。えいや、聞いた？あ、やばい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 、これやばいぞ。いや、ん？あ、これか。どこ？あ、登ってこれんの？ちょっと待ってよ、もう。え、無理、どうしよう。これ私も多分食らうな。わあ、マジかマジかマジか。先読みが上手やな、この敵は。地雷、地雷ちょっと使わせてもらおう、やっぱり。よいしょ、置いとくね、ここ。置いとくわ。来て来て来て。ナイスナイス。はい、ナイスナイス。逃げろー。やっほー。無理、こっちやった。このこいつなんなん。あ、やばい、間違った。やってしまった。爆発させたくなかったのに、させてしまった。地雷が使えんのよ、地雷が。やっぱり、あー、炸裂弾、炸裂弾、炸裂弾使おうか。
やばいやばい。自分は食らわへんねんな。あ、いけるかも。あ、で先行だやん、これ間違った。強ない？死ぬこれほんま。え、死ぬこれほんまに。マジで。地雷使うわ、やっぱり。置いとくね。置いとくわ。こっちやで。こっちにいんで。来た？ほんまに？ちょっと待って、強すぎちゃう？マジで。ちょっと待って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 。おかしいことなんて。どこ行った？あっ、やったー。うおー、巨人の決勝戦、斧。戦、斧。イエーイ。めっちゃ強い。まあでもなんか、スロット空いたし、だいぶアイテム集めれるようになったな。あのでっかい鳥もいつの間にか死んでるし。あのでっかい鳥何も落としてなかった？ガンパウダー。でも他にもあった。これね。下にもある。あれ。オッケー。スロットがね、大きくならへん限りはちょっと難しいんやな。よく寝ようとしてるね。あ、怖っ。ここの音すごい怖いな。ちょっと待って、後で。はあ、やってしまったな。獣は取れるな。もう仕方ないよね、取れへんのは。とりあえず取れるやつだけ。今日はあの太った行商人デュークのことかな。古新聞をいくつか譲ってもらう。ミランダ様に禁じられてはいるが、やはり外の話題は面白い。妙な発見。ある製薬会社に関する記事。ああ、アンブレラ社かな。村の聖杯にあった紋章。確か洞窟の壁画にも同じものが。ああ、放射線状の傘を思わせる紋章。そういえば昔、この村に滞在した男がいた。やっぱり何でもかんでもアンブレラ社が関係してるんですね。えい。めっちゃ普通にあるけど絶対罠じゃないこれ。あ、意外と大丈夫な。やった、ニコラの女神像。怖い、音めっちゃ怖い。ここはあそこの人食い鬼か。あの人が、あの人とかあの獣が単純にやっぱ怖かった場所なんですね。よし、ちょっとじゃあまたアイテム、アイテムというか獣。あら。あ、やば。これあれやん。待ってよ、待って待って。怖いよ。いえ。
爆発。OK？ OK やな。よし、獣とかね、魚の肉かはちょっとまた取りに行きましょう。すべての食材が揃いましたな。では早速。召し上がれ。さあご一緒に。できた。奇獣のチョルバーデブイ。ガード陣に受けるダメージな。もう一度味わいたいものですな。次の食材をお待ちしていますので。はーい、よし、じゃあ向かいますね。ちょっとアイテム集めしてたんですけど、アイテムとか食材が満タンで持てへんかったんで、ちょっと何往復かしてきました。よし、じゃあ行きますね。よし、砦に行きましょう。お？すごい不気味。こんなとこにいらっしゃ、後ろ？これわわ言ってたの。ん？どれわわ言ってたん？これ？怖っ。どっかにいるんよな。上かな。どこだ。うわ、すご。燻製でもしてる？いぶしてんの？よし。近畿の森。あ、めっちゃいるやん。はいはいはい。結構な数いるな。樽かなんかないんかな。樽かなんかない？ないのか。終わりかな。あ、いるね。全然いる。すごい鳥いっぱいいるな。 OK かな。これは何なんだろう。燃えてるやんな。うわぁ、マジか。敵無限に出てくるやん。どこ？入ってた。あ、やばいな。ハンドガンの弾結構ないな。作っとこう。うん。ショットガンの弾も少ないな。めっちゃいるもん。わあ、あ、夢撃ってくる。おーおーおお、撃ってくる撃ってくる。
ってないかな。あ、届かへんのか。オッケー。もったいな。すごいな。知識というかあれがあるんやな。知能がちゃんと。スナイパーライフル使った方がいいのか。そういうことか。うわあ、ちょっとライフル使ってみようかな。いや、もったいないな、単純に。当たらへん。あーちゃ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 、マジか。ちょっと当たると思わへんとな、油断してた。当たらへんくない、全然。なんでや。ふぅ、取りこぼしなく行きたいな。この上は登れへんのかな。アイテム落とさはったよ、取れへんのかな。しゃあないか。樽がある。この辺からすごい敵が増えてくる感じですね。なんかここに樽があるってことは、ん？宝箱ある？あ、地下に眠ってるね。ここにはないと。オッケー。わ、この音すごい先から怖いな。どこだ？わあ。まず爆発させて。どこかな？よし。ハンドガンの弾、やっぱ30発先捨てたんが痛かったな。あれなんで捨てちゃったよな。もったいなかったな。まだ出てくるんや。すごい、ここほんまに戦うとこですね。樽が2発もある。はしごがあって、ハンドガン玉。ナイスナイス。ん？通れる？違うね。あんなところにも。あれ、宝箱に見えるんやけど。これ違う、アシストで行っちゃうな。この扉どう開けるなあ。オッケー。樽が1、2、3。これは？
もう一個どこやったっけ、タル。OK ね。おお、近いところにいる。結構飛んだり登ったりしてこれるんやね。まだいる。おお、わびてくるんや。これ手榴弾投げちゃう。よいしょ。OK ね。よし、OK。ふう、アイテム集めに行きたいけど、あの上にあるやつ取れへんやんな、多分。そういう意味では下で倒さなあかんのか。ふう、お金ばっかりやな。嬉しいけど。あとどこら辺で倒してたっけ。の上は行け。これも開けて。スナイパーの弾がすごい多いですね。いっぱいもらえる。よし。敵は出てこないね。オッケー。あるある。ちゃんとね、弾発めしとかなきゃ。もう届かへんところでね、さすがに死んでる敵のものは拾えないんで、あのね、上とかで多分いたけど、それは取れへんな。よし、行くぞ。よし、行きますよ。森の砦で来ちゃった。いるかな。あ、セーブできる。よし、スナイパーやっぱりすごいいっぱいありますね。よし、あ、光ってる。よし、ビビらない。組み合わせれへんやつね。オッケー、行くよ。ここら辺からはとにかく敵が湧いてくる感じっぽいですね。やつらの巣か。あ、巣なのね。樽が下に行くこと、あそこに行くこと。オッケー。おお。危な。あ、来てる。くれちゃった。おお。でもた。あ、頭狙いたいのに全然狙いが定まらへん。やば、やばやばやば。ちょっと
弾足りひんわ、これショットガンで行こう。イエイ。下にもいたんかな。下から湧いてる。まだいますね、音がする。どこだどこだ。ん？どこにいる？あ、いた。おお！汚い汚い。やめて。よいしょ。無限ワキワキやな。下にもいるんかな。でも下に降りちゃうと次上がってこれる場所分からへんから、みんなやっぱ下から上がってきてるんかも。まあ、待ってたら来てくれるでしょう。弾39。きついな。作っとこっか。あー、手榴弾とか使っといたらよかったな、もっと。とりあえず進みましょう。なんかどっか遠いところで落としてますね。ちょっと待ってや、手榴弾使うわ。よいしょよいしょ。手榴弾があと3つと地雷が4つ。炸裂弾使ってもいいけどな。あ、これでいるね。 OK。 ニキ一緒に来てほしいな。よいしょ。あ、場所があるから。あ、いけたいけた。ここにもいっぱいいたよね。手榴弾ちょっともったいないな。向こうからも来んねや。いけるか。アクロバティック。シュッ。うん。ちょっとじゃあ向こう行きましょうか。拾ってるやんな全部。よし行きます。ヒュー。
でどーん。20発か、少ないな。薬液作っとかなあかんな。あ、オッケー。これはちょっと多いな。地雷置いてみようか。一回この辺来はるかな。置いとくね。あ、投げてくる系ね。オッケー。あれ、生きてたん。困ったな。下からも来てるか。下にもいる？いないね。うわあ、やばい。生きてる、まだ。ショットガン2発はちょっともったいない。 OK、 ガンパウダーとか落としてくれるのありがたいな。よいしょよいしょ、ナイスナイス、いいもの落としてくれる。どんどん進んでいった方がいいんかな、立ち止まらずに。行こうか。このデカ物が。お、なんかでっかいの出てきた。ちょっと待ってよ。グレネードランチャー。あ、リロードしてなかった。やば。手榴弾。えい。よいしょよいしょ。逃げる逃げる。まだいるかな。いっぱいいっぱいアイテムがいっぱいだぞ。下のエリア行ってないですね。下行こうか。まあ多分大丈夫でしょう。いっぱいいっぱい拾っとかなきゃ。やっぱ手榴弾がいっぱいあるな。うん、いっぱいなんや。知らない。オッケー。マグナ。よいしょよいしょ。でもここはハイゼンベルクのエリアじゃないんですよね。単純にその話しようぜって言って呼ばれてるだけやから、ここでボス戦はないと考えて、そのハイゼンベルクはね。ものすごいゴイゴイ言ってはるけど、ん？わ、
食べてる。やばいやばい。やばいぞやばいぞ。わ、来た来た来た、やばいやばい。怖っ。え、回復薬取れへんのか。ステータス大丈夫やし。早くスロット大きくしたいな。あ、めっちゃいっぱいあるやん。ん？これは？明けに王の伝令が来て我が軍の撤退を告げた。国境の要害である砦を異教徒どもに明け渡すのは。うん、古代人の遺跡ね。ああ。なるほど。どこから来てどこに消えたのか。なるほど。よし。行きましょうか。うわ、なんだなんだ、どれ、どこ、またあのでっかいやつ、もしかして。うわ、あ、これあれやん、最初のあれにいたやつやん。はいはいはい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ。ライフルと炸裂弾、炸裂グレネードランチャー、とりあえずこれ使っちゃって、で、ネクラマスしちゃって、で、地雷セットしといて、よいしょよいしょよいしょ、逃げろ逃げろ。で、ライフルもったいないね、これ、ボスじゃないからな。ショットガンでっか。地雷踏んで、地雷踏んで、地雷ここにあるよ。地雷効かへんの？あ、効いてる。おお、くるくる。逃げられた。また警備上げてる。ああ、なんか召喚した。オッケーオッケー。こんなこともあろうかと。手榴弾があるのだ。ああ、機械が最悪。もう。これなんなんやろ。ちょっと広がして。あ、いっぱい取れる。はいはいはい。そしたら、もう一回。閃光弾、結構使っちゃったな。ショットガンできるか。地雷置いといて。よいしょ、置いとくね。あ、引っかからへんかった、地雷。マジ？ちょっと待って。え、踏んで踏んで、地雷。マジ？地雷踏んで欲しかったんやけど。ちょっともったいないな。わ、もう弾ないやん。マジかマジか。地雷がこっちにちょっとあるから、こっち来て。あ、置いた場所がちょっと悪かったんか。あるんですけど、お、やばいやばい、なんかしようとしてる。やばいやばいやば。いやー。
にちょっと地雷があるからこっち来て。やば、危ないかも。あ、大丈夫。あ、倒した。地雷これ回収できる。あ、できる、よかった。じゃあまあ見ろ。巨人の結晶。あ、開いた。ちょっと地雷とかあれこれ使いすぎたかな。まあいっか、倒せたし。アイテム、うん、アイテム取りきれへんのがちょっと痛いな。初期のハンドガンとか結構もういらないんですけどね。回復薬使ってずっとこうか。ん？使ったのに取れへんと。なんでや。よし、アイテムをちょっと取り切れてないの。うわー、すごすごーい、ひとときの安らぎを与えてくれてるんかな。もう戻れへんの？あ、戻れる。いっぱい光ってるけど、これ打ったらいいのかな。あるある、おお、いっぱいいっぱい、いいねいいね。めっちゃあるな。いっぱいいっぱい。オッケー。お指輪にできるやつないかな。ないんか。よし、行くぞ。ね、いけますね。あ、テレビや。あ、フラスク。お？あ、ローズの記憶や。かわいそうに。なんだ。なかなかやってくれるじゃねえか。見応えあるぜ。いつまで隠れてる。お前たちを引きずり出してやる。そうがっつくなって。あともう少しで全て肩がつく。手を貸してやるよ。だがその代わり。なんだ、言えよ。まず俺のところに来い。瓶は祭壇に収めろよ。そうすれば場所はすぐにわかる。じゃあな、いいさん。くそやな。開いた。おう、グリエルモの金牌？金盤。いっぱいゲットしたな。よし。うわ、すごい長い。これは、あー、はいはい、墓地のとこのに出れるんよね。あ、ボートね。
行きます。シュイシュイスイスイスイ。すごいね。なんでハイゼンベルクは一回こういうそのあれをしてくれたんでしょうね。ここはなんだ？おう、牢屋？お？幻の魚の写真。そういうことか。あの写真は幻のあれがいる場所を教えてくれてる写真やったんですね。なるほどな。お？カドゥ移植実験記録、被験者ミハイ21歳、銀細工職人、適合率低く、カドゥ成長しず、来館症例、牧草地、ベルナデッセ、没落貴族のかわいそう、村の人間ではない、適合率極めて高く、知能低下見られず、任意で制御可能、特別観察対象へ、オルチーナ。女性ですね。戦うことになるのかな今後。あー持てない。マジか。どこにいたん。もうまあ、猫みたいな声しましたね。みゃー、どこだ。あ、上から湧いてるのか。まだいる。こんだけか。よし、こんなとこに繋がってたよね。オッケー。そしたらセーブして、祭壇に納めに行きましょうか。生きて再会できるとはこの上なき光栄です。何かご入用ですかな。いっぱい取ってきたよ。わあ、12万にもなる。すごい。これほどの品を一体どちらで。スロットは増やせないのか。オッケー、とりあえず祭壇に納めましょうか。素晴らしい、良い取引でした。はい、胴体のフラスク。お、これごと取れるんや。なんだ。わ、火が。ハイゼンベルクの元に向かう。あそこかな、あのここに行くんですかね、この祭祀場、くぼみのある台座。OK、行く。
くぞ行くぞ。おう、どうなってるんだ。なんだなんだ。やばい音するよ。これやんな、アンブレラマーク。なんかやばいもんが生まれちゃうんじゃない？すごっ。どういう動力はなんなんやろこれ。あっ、閉じられた。わわわわわ、エレベーターや。めっちゃエレベーター好きですよね、このバイオハザードって。よし、何かあるかな。お、光ってる。ガキなら心配すんな、イーサー。それでいいんだ。どこどこ。いいから橋を渡ってとっとと来い。はーい、行きます。あ、工場やハイゼンベルクのエリアですね。よし、セーブさせてもらって、はい。というわけで、ひとまず今日はここまでにしたいと思います。砦をね、攻略したということで、ついにローズの体も4つとも集まって、多分これ最後のエリアになると思うんで、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは。